2023年1月1日新年明けましておめでとうございます。9年中は大変お世話になり感謝申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。高橋則之です。新年の元旦の散歩3回目ですね。続きましたね。皆様良い年をお迎えになられましたでしょうか。この動画ただ簡単に散歩をしながら高橋がただダラダラ簡単に喋るというだけの動画で、2020年が第1回、2021年が第1回か、2022年1月が第2回、そして2023年1月1日、今回第3回目です。続きましたね。ちなみに野口英世さんです。鳩です。お、はい、年末は何をしてたかで、年越しして1日、そんなとこなんかお話しましょうかね。年末にですね、インドだけではないんでしょうけど、いろいろ料理に使うスパイスを上のアメ横で使うかなというものを20種類弱ほど手に入れまして、西浅草ですかねの飯田屋さんという料理調理器具を売ってるところ等でスパイスボックスなるものを見つけまして、それにスパイスちゃんたちの新しいお家としてお迎えいたしました。ちょっと料理の中でもスパイス料理というと種類が多いのもあり、ちょっと手を出しにくかったのですが、よってインド料理食べたいなとか言うとインド料理店に行くしか選択肢がなかったわけですけど、この度いろいろ動画とか見ていく中で、本当に初心者の人がやり始める0から1というところをとても親切丁寧に、分かりやすく伝えてくださる動画がいくつかありまして、その中でこれだったら真似できそうかなというレシピがありましたので、実際試してみました。スパイスのインドカレーを初めて作ってみたんですね。いや、これがですね、レシピに出会った時に、そのレシピで料理をする時は極力もう分量を含めその通りに作るで始めてみるんですけど、これが1回目でですね、とても美味しかったんですよ。
すごいなと思って、まあ、2人分ぐらいの分量ですから、まあ、食べまして、で早速もすぐに同じスパイスインドカレーチキンカレーを同じレシピでもう一回作ってみたんですね。やっぱり美味しいんですよね。あ、これはすごいなと思いまして、じゃあ他のメニューもいろいろ試してみようということでいろいろやり始めているところです。まあ、ホームページや、まあ、SNS そしてまあ最近だと最近でもないんですか、 YouTube とまたは TikTok 等でそのレシピまたはスパイスの解説をしてくれている人たくさんいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、この全く外出料理なるものを作ったことがないという人が手始めに始める0から1というところに焦点を絞って分かりやすくお話ししてくださったのは私にとってはインドカリー子さんでした。まあ、それから、まあ、ホームページ見たり SNS 見たり YouTube 見たりしながらなんですが、ちょっと書籍も見てみたいなと思いまして、書籍もインドカリー子さん著書の書籍も何度か何冊か手にしてみました。これは一冊一冊テーマが明確にありまして、それぞれの本がいいんですね。重ならないというか、とても今読んでいる本です。で、大晦日はそのレシピの中の一つのスパイスインドカレー鍋を作りました。お、これ東京都美術館です。今日は休館日ですけどね。今源氏物語やってるんですね。美を紡ぐ源氏物語、巡り逢いける絵には不可思な、あの球体好き、大晦日はスパイスインドカレー鍋を作ってみました。これがまたですね、美味しかったんですね。2022年の最後の晩餐はスパイスインドカリーカレー鍋でした。美味しかったな。で、年末は最後の大晦日の夜というと、昨年も話しましたが NHK 紅白歌合戦をラジオで聞くということを今年もいたしました。ラジオのアナウンサーがステージの様子を解説していただきながら
曲を聴くという BGM 的に聴くということをしながら年末を過ごしています。昨日もそうでした。あ、来ましたね。上野動物園ですね。いやー、この年間パスポートというのがありまして、私これ昨年手にしました。というのも上野動物園ですね、1回の入場料が600円なんですよね。600円で、まあ1日終日いられるんですけど、ですけど年間パスポートはですね2400円なんです。そう考えると4回来るとトントン、5回目からはお得という形で、年間いつでも利用できるんですね。とても便利に入園させていただいております。そして入園時もですね、通常はちょっと見えますかね、ちらっとだけこういうあのチケットを買うための列を列に並んで入園をするんですけど、これがですね結構土日とかなんかですとすごい列になってるんです。しかしながら年間パスポートを持っているとですね、一番右端のところにパスポートをお持ちの方専用のレーンがありまして、定時数だけですぐ入れるんですね。ここもすごくありがたいです。今年も2023年もお世話になりたいと思います。でラジオで NHK 紅白を見ていますと、まあ MC のお話、またゲス出場者の方の歌演奏当然聞けます。おそらくテレビと同じ音声ではないかと。そこにラジオ特有なのは曲の最中とかですね、曲の終わりとか曲の始めとか解説してくれるんですよ。今何色の衣装を着ています、ステージはこんな感じに包まれましたとか、あ、ここで衣装が変わりましたとか、このようなダンスをしていますとか、これがですねいいんですね。当然映像がないので完全に想像の世界です。歌を聞きます、歌声が聞こえます、演奏が聞こえます、ステージは全く見えません。頼りはラジオアナウンサーの方の時々入る解説のみなんですね。これがね楽しみなんですよ。で例年ですと翌日かな、今日かな、明日かな、 NHK オンデマンドでですね、なんか前半200円とか後半200円とかで何日か見れるんですよ。それを例年は購入して答え合わせ的な感じと、これは本当にどんなステージだったんだろう、どんなパフォーマンスだったんだろうっていうのを
今度は映像で見るという楽しみがあります。ただ今年ですね、あらーと思ったのは、もう早々に NHK ミュージックというチャンネル、 YouTube チャンネルで全出演者のダイジェスト動画を、まあ、各1分ほどなんですけどアップしてくださってたんですね。しかも再生リスト、 YouTube の再生リストになっていて、もう全て見るっていうと、もう自動的にどん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 次から次へと名シーンのダイジェストが出てきます。ただね、ダイジェストといってもですね、ここはっていうところは切り取られてませんでしたね。いくつかあったんです、聞いてて、いやこれってステージどうなってたのっていうところは本当にいくつもいくつもあったんですけど、そういったところは YouTube には、まあ、全部見たんですけど入ってませんでした。やっぱりちょっと NHK オンデマンド有料でその番組だけ購入して見てみようかな。なんでこんなことしてるのかというと、我が家にはですねテレビがないんですね。なんかねテレビ場所も取りますしね、いらないかなと。テレビでしかやっていないというものは諦めると決めています。何年後かでも何かの媒体で見れたらいいなと、そんな心持ちになっています。違うかな、よいしょ。はあ、あここも綺麗だな。ここはお寺だから、初詣ですかね、人がいますね。喋ります動画は実は、まあ、冒頭にも話しましたけど3回目ですが、いや3年連続いい天気なんですよね。ちょっとこっち側も行ってみましょうか。よいしょ、階段、不思議な階段だよなこれ。幅がですね、長いのと広いのとあるんですよ。よいしょ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 。
の紐がほどけたので縛ってました。上の志向園から階段でちょっと脇降りて忍ばずの池に来てみました。いい敵は、そうそう、3回2021年第1回、2022年第2回、2023年今回3回目。いや、3回1日にこう散歩しながら動画撮るともやってるんですが、まあ3日とも特に快晴なんですよね。空見えますか？雲一つない青空で、風もほぼなくて気温も暖かくて本当に散歩日和なんです。忍ばずの池です。そうで見ますというところが、 NHK 紅白歌合戦は大晦日本番中はラジオで聞いて、年明けて NHK オンデマンドで妄想してた、またこれは見たいな、見てみたいなっていう映像を実際に見るということをするかなと思いましたが、思ったところか YouTube の NHK ミュージックというチャンネルで各出演者1分ほどのダイジェスト動画が YouTube にアップされてましたので、結構なんとなくイメージが見えてしまったというのが、去年までと違う、今年も違うとこですね。で、初詣なんですが行ってきまして、紅白をラジオで聞いてまして、そうですね、あれ11時45分に終わりますよね。私は家を出たのが、家を出たというか神社に着いたのが11時10分ぐらいですね。年が明ける50分前。そうしますとですね、まあ、そこは当然並ぶんですけど、なんと今回の初詣はですね、並び順が1番でした。わあ、誰もいないと思って、で1番目に並んでまして、で NHK紅白歌合戦をラジオでイヤホンで聞きながら、ずっと寒かったんですけどラジオで聞いて待ってました。そうね、まあ、寒かったんですけど風もなそうなかったですし、まあ待ちましたね。でお参りしまして、もう一番ですから、もう0時0何分かには初詣が終わってしまい、終わりました。そして家に帰ると、待つ時間はちょっと長い、先に待って早く終わるか、多分皆さん年末の何かしらのテレビを見てるんでしょうね。それがまあ終わると家出るとか、そんな感じなのかなと思いますので、まあ行ったらずらー並んでて
が並んでる中で自分の順番を待って帰りが遅くなるがいいか、早めに行って並んでて0時00分になったらもうほぼ即初詣ができるっていう状態で家に帰る、そして寝るがいいのかで、私は早く行って早い順番のとこで並んでて初詣がすぐできるの方がいいなと思い、そうしてます。でちょっと寝まして、朝起きて大晦日の時に作ったスパイスチキンカレー鍋の残りでうどんを茹でまして、茹でたうどんを水で締めまして、そのうどんを食べましたと。これが食い始めとなりました。今年の私の食い始めはスパイスチキンカレー鍋うどんです。元旦の忍ばずの池です。ちょっとこうした方がいいですか、見えるのかな、ね、忍ばずの家好きなんですよね。今日実はワイヤレスマイクを使って収録してるんですけど、マイクにつける風よけのファーをちょっと今日はつけていませんで、風がないとはいえ歩いてますので風切り音が入ってるかなというのは後ほどこの音源を聞いてからのお楽しみとなります。まあいいわね、ザーザー入ってたってダラダラしゃべりですから。そしてスパイスチキンカレー鍋うどんを食べて少し体を温めた上で家を出てこの散歩場所に来て収録です。なんか家族連れとか親戚が集まってるんでしょうかね。まあ、ゆったりのんびり歩いてる感じです。この感じが正月ならではでいいですね、うん、公園からちょっと街出ましょうかね。公園から街を出街に街、まあ、駅前の方の街にちょっと出ましょうか。街に出ますと私はあの JR 上野駅と京成上野駅ですねのところに行きましょうと。やっぱりその簡単のなんか穏やかな感じのとこですね。パンダ、パンダ、パンダ、パンダちゃんです。
信号待ちです。いい天気だな。さて、上野恩賜公園、上野恩賜公園ですね。ではエンディングです。そんな2022年末、12月末から元旦までの様子をだらだらお話しながら始めを進めて話していきました。2023年本年もどうぞよろしくお願いいたします。高橋紀之でした。